そろそろ出番のようだな。お客さんいっぱい。こんなイベントにゲストで呼んでもらえるなんてびっくりだね。この間出たイベントのおかげかもね。うちの店に来るお客さんたちもよくその話してくれるし。だからって満足しちゃいられねえ。あれが当たり前になるくらいじゃないとな。つうわけで今日も頼むぞ。あ、行こう。昨日のライブも好評だったみたいだな。店開けてすぐイベントを見たってやつらがわんさか押し寄せてきたぞ。ああ、そうなんですね。これでステイゴールドで作っちまった悪印象も塗り替えられたな。あ、いらっしゃい。あれ、おじさん。ケンさんの昔馴染みの。ありがとうございます。俺の方こそお礼が言いたかったんです。あなたの言葉がいろいろなことを考えるきっかけになったので。俺は恵まれています。特に人との出会いには、周りの人たちに助けてもらって今の自分があるということを改めて感じました。ただ手応えは感じつつも、俺自身はあまり変化している気がしないんですが。当然だろ、別人になったわけじゃねえしな。はい、頑張ります。本当に俺は恵まれている。司先輩にケンさん、あずさわに白石、それに。どうした？なんでもない。いや、今のはなんでもねえって顔じゃなかっただろう。そうなのか。ああ、俺もその仏頂面にはだいぶ慣れてきてるからな。ほら、ちゃんと言えよ。気になるだろうが。いや、言わない。なんでだよ、ますます気になるじゃねえか。これは珍しいな。なんだろう、私まで気になってきちゃった。私も。見ろ、こいつらも気になるってよ。ダメだ、言わない。はあ、なんでだよこいつ。あいつらはともかく相棒の俺には言えっての。それは違う、お前だから言わないんだ。だからなんでなんだよ。お前が最高の相棒だということは、今さら言葉にする必要なんてないからな。